どうもお疲れ様です。今回はね、人間関係の悩みについてね、フォーカスしてみたいなと思います。多くの方がね、人間関係が一番難しいって言うんですよ。うん。そっか、あ <laughs> と、うん。そういう風になるのかなと思いますけども、私はそうは思わないんですよね。人間関係って一番難しいですかね。そもそも、人間関係を作る人と付き合おうとするから難しいんじゃないかなっていう風な、 発想の転換があるんですよ私にはねだから人間関係になんかで悩まない人とつながっておけばいいのかなと思うんですよ。それだけじゃないですかね。多くの方が人間関係に悩むっていうのは複次的なものでね。例えば会社に行ってる人がほとんどだと思います。ね。会社に行かなくても何らかの形でお金を得る作業をしてますよね。で、個人事業主にしても 法人の社長にしても全ての人がお金を手に入れるためにお客さんとの関係に悩んだりとかね上司部下取引先銀行との関係に悩んでるんですよそれがだから人間関係の悩みじゃないですかもうこんな人と別に悩むぐらいだったら付き合わなくていいやと思ったら楽だけどもそうすることによってお金を得る手段が減るからだからお金のために仕方がなく人間関係を何とかしようと思ってるっていうのが本当のところで じゃあお金が潤沢にあったらその嫌な人と付き合ってますって言ったら相当ななな興味味ととか趣ででもいい限りは付き合わないと思うんですよこれね生活保護の方もねたまに私に相談してくださることがあるんですよ自分の担当の,あのケースワーカーさんとうまくいかなくって生活保護の時給が打ち切られるかもしれないとそんな個人的感情で生活保護のまあ OKNG、OK、を判断していいものなんですかねってなるけども そこまで考えてるんだったらそのケースワーカーさんに気に入られるようにしていかなくちゃいけないんじゃないですかとかね。で、もし自分の性格を優先してケースワーカーさんの助言を突っ張れるんだったら生活保護が打ち切られるって覚悟もいりますよねって話なんですよね。うん。だからなんかねお金をもらうために我慢することってほとんどの人がやってることなんじゃないかなと思うんですよ。で我慢しなくてもいい人っていうのはどういうことかっていうと例えば 障害分のもうお金を手に入れてねお金のために人に頭を下げなくてもいいやっていう立場の人。これは多分、お金のために人間関係に悩むって世界から離脱すると思うんですよ。ところがね、これ面白いことで、お金を手に入れてたくさんお金を持ってる人って、そのお金が人からいただけたものってことを実感してるんですよね。だから余計に腰が低くなる方が私は多いと思うんですよ。だから金持ちほど人格を 磨いいた人が多いだろううなな私の感覚でではそうなんですよお金がない人っていうのはどうしてもひがみ根性になったりとかね金がないからうまくいかないっていうふうにカリカリしたりとかで精神を病んでしまったりとか攻撃的になったりとかね個人攻撃したりとかになってくるんじゃないかなと思うんですよそもそもお金がたくさんあったら誰かに依存することもないし誰かに嫌われても平気なんですごく穏やかな人格になっていくんじゃないかなっていうのが私の見立てなんですよねもちろん私がそうだったわけじゃないですよ 私はいまだに人を殴ったりしますからね動画の中では見られてないと思いますけども当然ですけどもでもバジンンで殴ってね時にはあのひどい、まあ喧嘩っていうか私が一方的にやっちゃうだけになっちゃいますけどもそれでも人間関係気づ,気づけてるんですよで私だったら別にねイラついて殴ってるわけじゃなくて私なりにその人のことを思ってね涙を飲んでやるわけですよそれこそいろんなね障害とかで追求されるかもしれないのを込みでまあ ね、心であ涙を流してな表現になりますけどもね、うん、それはその人との信頼関係があるっていうふうに私が思うからだしじゃあバチンとね打った時もあの不意打ちをするわけじゃないんですよぶん殴ったらどうっつってからね一応脅すんですよねその上で殴れるもんだったら殴ってみろっていう時におりゃーっていつものようにやるわけですよそうしたらね殴られる方も覚悟して一発喝を入れてくれって気持ちでやるあの言うんですよでそこには強い信頼関係と男の友情があるんですよね で、そうなった時に、バチンとね、流られて、クソ、目が覚めたぜ、みたいなこと言う、そういうふうなね、少年漫画みたいなところがあるんですよ、そういう芝居みたいなやりとりが。でもこれね、私と関係がそこまで成熟してない人にはできないですよ、これは。それはね、あの、パンチだけじゃないです。あの、鋭い言葉を浴びせるときも同じなんですよ。厳しければ厳しいほど、その人は、あの、自分の豊かな人生に、その道があることに気づくって思うから、 私はね、時の刺さった言葉も投げるんですよだってわざわざ嫌われるようなことしたいわけないじゃないですかそれはだから配慮して配慮して配慮してあらゆる方向の中で今は突き放すべきだと思ったら突き放しますねもう二度と来るなとか言いますよね <laughs> でも実際は私の速化塾っていうビジネススクールの中にもねこっからはちょっと速化塾の話になりますけども速化塾っていうビジネススクールの中でも破門するんですよ破門するけど戻ってくるやついますからね 波紋されてて初めて速化塾が必要なことがえか破門し,して破門されて他のところにいろいろ見寄せてみたけどもそっちの方は実は全然ダメでしたと、うん、自分に合わなかった何だったら、うん、そこでね余計にお金がなくなったみたいなね詐欺られたとかね、うん、で戻ってきてくれてあそこで突き放してくれたから今みたいなことに気づきましたっていうふうに。 そっか塾を波紋になったから初めて修行ができたっていうね、まあ、そんな方もいらっしゃって中にはね7回も8回も波紋されてそれでもあの私のところにね寄り添ってくるやついるんですけどもそいつはやっぱ稼ぎますよやっぱりさすがにそこまでいったら <laughs> 稼げるのにどっかでまたポカしてね波紋になるわけなんですけどねはいじゃあまあ話戻りますけども人間関係が一番難しいっていうふうにねたくさんの方が言われてますけどもだったら 人間関係よりももっと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 簡単なお金を稼ぐことはあなたはどうなったんですかってことなんですよ。ね、お金を稼ぐったって別にね月収100万いけってわけじゃないですよ。今の収入にプラスの3万。ね。何でも金金って言う人もいますけども、いや、月に3万円今の収入に乗せることが何でも金金ですかって思っちゃうんですよね、私はね。高校生のアルバイトだってね、週に1回行けば月に3万ぐらいになるわけですよ。だったら 週に1回ファミレスでバイトしたら月に3万プラスになるでしょだから金を稼ぐために手段を選ばないっていうのはそういう意味なんですよ。YouTube でもいいし、ブログを書いてもいいし、自分で商品作って、どっかメルカリに売るでもいいし、なんだったらネット使わなくたって近くの近所のコンビニバイトしたって月に3万稼げるでしょってことが手段を選ばずに稼ぎましょうっていう私の意味ですよ。何もね、あの人をダマくらかしてとか、人の気持ちを無視してお金踏んだくるとかね。 長期契約を結ばせるためにはもうあの手この手を使うみたいなそこまでしなくても月に3万って稼げない金額じゃないんでねそれこそあの最近の例ですけども駅前に立ってるだけで、えー、1ヶ月で30万っていうのは稼げるわけですから、うん、今はねその方100万突破しましたよおかげさんでもう今やってることは全然違うことですけどねうんまあそういう意味ではねあの自分の心の許せる範囲でその手段の中で まあ、手段を選ばないっていうのはあると思いますよ。まあ、でもね、闇バイトしようぜとかね、軍手落としてこようぜみたいな、意味不明なことをして稼ごうなんてことは、私は全然思わないですよね、それは、そういう手法はあるのは知ってますけどもね。うん。はい、まあ、そんなところで、あの人間関係が一番難しいと思ってらっしゃる方、思い込みです。人間関係が一番難しいかどうかは、その時の状態によりますけども、少なくとも人間関係が一番難しいって言ってるんだったら、それ以外の、 悩みっていうのはもうないんですかったらあるわけでしょ <laughs> だからねそれはね人間関係が一番難しいんじゃなくて人間関係を構築するその人自身の力がないって思った方がいいんじゃないですかねうどうですかね、うん、結局その人間関係を築きにくい人と縁を持とうとするからっていうところもありますし、ね、まあだったらね一人で生きてたら何の人間関係もいらないじゃないですか でも一人で生きてたって毎日金金言ってくる人がいるんですよ。電気代払え、NHK の受信料払え、水道代払え、食費を払え。毎日毎日私のところにもね、金払え金払えって請求書が来ますよ。先日もなんか自動車のね、税金払えって来ましたよ。払いましたよ。<laughs> 毎日金金金金金金金来るなぁと思いますよね。だからお金で解決するんですよね。で、ノーストレスみたいなね。<laughs> まあ何でも、 何でも金金ってそこまででも言われたことないし言ったこともないですね <laughs> お金以外で解決できる方法があったったらそれでいいんじゃないですかとね人間気持ちが大事だよって言うんだったら電気代の請求が来た時にその気持ちでね電気代払わなくていいようにしてみてください多分無理でしょうお金払うしかないでしょうコンビニ行って10円のものを買うにしてもすごくいい人間だったらあなたたただであげますよとかね半額でいいですよって言ってくれないでしょ まあ結局はそういう世界に生きていくんで、ある程度お金が物を言うってうところも受け取っていかないといけないのかなと思いますねで。しかもそれはそんなひどい金額じゃないですからね。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。